アミ TV。 今日はですね、名古屋からなんとインフルエンサーのかなえちゃんが遊びに来てくれました。かなえちゃん、はるばるどうもありがとうございます。ありがとうございます。YouTube チャンネルのかなえ ADV っていうチャンネルを運営してますよね。はい、そうなんです。その他ライターとして文章を書かせてもらったり、ホンダゴーバイクラボさんと、元コネクトさんと単車クラブさんで連載させてもらってます。バイクライフの楽しいを皆さんと共有したいをテーマに活動しているので、なんかバイクで楽しかったことを発信しています、はい、こういろんなところを行ってるイメージがすごく強いんだけど、はい、旅人なんですか？今年は特にいろんなところに行く機会が多くて、フェリーとでも飛行機もフェリーも今年初めてです、こんなにたくさん乗ったのは。あ、じゃあ今年は日本国内もつつうらうらいろんなところに特に回ったっていう。そうですね、こんな初めてでした。はい、バイク歴ってどのぐらいあるんですか？今9年目かな。9年目。はい。あ、じゃあ結構長く乗られてるんですね。そうですね。バイクに乗ろうと思ったきっかけは？本当に趣味がなくて、免許ってなくならないから、免許ぐらいあってもいいかなって思って。え、自分の周りの方がバイク乗りだったとか、お友達から誘われたっていう？いや、もう誰もいなかったんです。周りに誰もバイク乗りが いず、はい、一人 でバイクって一人でいつの時間でも乗りに行くことができるから、ちょっと空き時間に趣味を増やせるかなっていう軽い気持ちで。軽い気持ちで取ったっていう割には、もう最初から大型自動二輪を取りに行ったんですよね。そうなんですよ。最初は小型で、あと限定改造。愛車遍歴をちょっと聞きたいなって思うんですけど、はい、最初は、ホンダの VTR250。 あ、 VTR 乗ってたんだ。はい、そうなんです。それに2年ぐらい乗って練習しまして、で大型乗りたいなって思った時に、ヤマハの FZ1 フェザー、もうこれずっと乗り続けると思って買ったんですけど、まあ、XADV にちょっと試乗する機会がありまして、もう試乗してみたら、なんかその DCT の感覚に一目惚れして、もう翌月には購入してました。あ、そうなんだ。はい、これ2021年モデルなんですけど、これ2代目なんですよ、 XADV。 あ、2代目なの？そうなんですよ、 XADV モデルの2019年モデルも乗って、で2021年にこれが出たので、また買い替えたっていう感じで。あ、そうなんだ。はい、全く同じ車両を買い替えて、はい、新しい相棒になったのが2021年、ね、モデル。はい、3年ぐらいか XADV に乗って、 XADV に乗って、はいはい、あ、バイクに乗る前 は愛知県から、あ、ご実家のある愛知県から出ず、バイクの免許取りました、もう、はい、羽を広げちゃえみたいな。え、いつから旅人になったんですか？いやいや、もうごめんなさい、旅人のイメージを少し旅人って言ってくれるんだけど。いや、でもこのバイクに乗ると本当にどこでも行きたくなる感じです。じゃあもう XADV に乗り換えてから長距離ライダー。いやー、かなり行動範囲広がりました。そうですよね。だってさっきも伺ったけど、1年半で2万キロ走ってるって言ったら結構ガチンコだと。乗ってますね。結構乗ってますよね。すごいね、旅人だね。ね、今はもうその旅の模様を、まあ、記事にしたり、ね、動画にしたりっていう、で見てくれる方とその時の景色とかバイクライフを一緒に楽しめたらなっていう、かなえちゃんが独自でアパレルブランドを展開していて、はい、それがここにもね、ステッカーがあります。元スマイルっていうアパレルブランド、コンセプトがそのバイクの楽しさをみんなと一緒に共有して、はい、みんなで一緒に楽しもうよっていうテーマに沿って、はい、まあ、T シャツとか T
ステッカーとか、うん、あとはあの地域でブマルシェとかにブース出店をして、はいはい、そこで皆さんと交流を図ったりっていう。ネット販売とかもしてるんですか？してます、ありがとうございます。 SNS インスタグラムでモトスマイルのアカウントがあるので、うん、そちらで告知させてもらってます。あ私もね T シャツ見たんですけど、このロゴが書いてあったね可愛い T シャツとかがあるので、結構皆さん注目ですよ。結構ねしっかりしてるんですよ、このステッカーも可愛い。夢に描いたものが現実になっていざ実際これやって運営してるっていうのはちょっと憧れます。すごい尊敬しちゃう。うん、作る過程も全部そのバイク乗りの方にサポートしていただいてるっていうのもあるので、かなりあの心強いです。自分一人じゃなくてなかなかできないので。バイクって一人で楽しむ乗り物ではあるけど、何かをしようとか何かを作ろうって思うとやっぱり一人では難しいことって結構ありますよね。そうですね。それこそ動画作るもそうですけど、ね、週に1本2本上げようって言ったら一人だとね寝る時間なくなりますよね。痩せちゃう痩せちゃう。今あの動画の方でも記事の方でも結構お忙しく活動されてると思うんですけど、なんか告知とかってあったりしますか？最後に。やっぱりバイクライフの楽しいを皆さんと共有したいっていうテーマはもう大事にして、うん、今年いろんなことを初めてのことを経験させてもらったことが多かったので、まあ、今年の反省点を来年に生かしてもっとたくさんの皆さんとバイクの楽しいを共有したいと思います。綺麗ですね。綺麗にまとめてくれました。ありがとうございます。皆さん何大丈夫、ちょっと真面目すぎたなと真面目だなって思った。そうなんです。真面目だな、私なんかこんなふわふわしてんの。まあそんなわけですね、今回インフルエンサーのかなえ ADV ことかなえちゃん、かなえ ADV ことって言っちゃってるけどいいのかな。、ね、インフルエンサーのかなえちゃんに名古屋からわざわざ東京まで遊びに来ていただいたんですけれども、気になる方はぜひ YouTube チャンネルかなえ ADV チャンネルをチェックしてみてください。そしてモトスマイルで検索すると出てくる。あ、はい、ググれば出てきますので、皆さんモトスマイル検索してみてください。というわけで今日はかなえちゃんはるばるどうもありがとうございました。ありがとうございました。また東京に来た時はぜひ連絡ください。ありがとうございます。またちょっと走りに行きましょう。またバイバイ。